はい。ということで、続きからやっていきましょう。で、前回ですね、オイラ編集してて気づいたんですけれども、楽器を楽譜と読んでたみたいで、うん、今ね、多分ね、バイオリンを探してるんだ。うん、楽譜を探してるみたいな感じになってたんですけれども、楽器、バイオリンを多分探してると思います。で、こっち側で、逃げろってこれ書いてあったんだよな。確か。うん。で、逃げたけど別に特に何もなかったみたいな。何かが襲ってくるとか、そういうことも、特に何もないのかな。よく見るとそうかな。あ、これ下に、あ、これ下は、あれか、人形の目があるところだな。これ何？あ、シャンデリアが落ちてきたんだ。あ、割れている。な、あ、モナリザがいるな。本物ではないよね。鎧が飾られてる。古い石碑が飾られてる。なんでこんなところに。なんか書かれてるのか。正面から読むと。ダメか。ステンドグラス。あ、びっくりした。急に出てくるの、お前。近づきたくない。え？近づきたくない。何か怪しげなものか。なんか、これ、手の跡じゃねえか。違うかな。ちょっとこの辺調べると怖えから。あー、なんか宝箱があるな。これは？あ、これセーブポイントか。セーブしよう。で、これは？剣が飾られてる。でけえな。絶対に抜けない剣みたいな。彫像。これも？石像。彫像と石像の違いは？鎧が飾られている。うん、これも造花か。これも、あ、調べられない。手調べてみる。先に、ラフの絵が飾られている。なるほど。ヴィーナス。で、美しい女性の絵が飾られている。モナリザとは言わねえんだ。これ、どっちから先に調べよう。宝箱か手か。とりあえず手から調べてみる。あ、何もない。じゃあ宝箱調べてみましょうか。バイオリンを手に入れた。これで手に入れ、あ、なんだ、勝手に動く。待って、あ、は、は、終わった何だったんだ。あ、逃げろってそういうこと？あいつから逃げろってことだったのかな、もしかして。調べて、どっから動ける？とりあえずこのまままっすぐ左に行けないから上に。行くーわーくっそーよし。もうイメージトレーニングしてきたから大丈夫だろ。とりあえず上を押し続ける。上を押し続け、さっきのはカットだな。もうイメージトレーニングしてきたんで多分大丈夫。これでとりあえず上を押し続けて、こっちに。逃げたい！オッケー！これどこまで？あ、大丈夫？やーべ、めっちゃカタカタ言ってんじゃん。やめて。あ、動けない、まだ。今のは、クロエ。え、クロエなの、今の。嘘？違うでしょ？いや、違うか。いける？あ、いける。もう誰もいない。鍵開いたぞ、こっち。あ、いけるようになってる。やだ。何今の？また勝手に映ってる。なんなんだ、わけわかめだぞ。とりあえずこれ、上行く前にセーブするか。セーブして、で、バイオリンを手に入れたから、とりあえずこれで装備でしょ？羽ペンとインクはもういらないね。バイオリンと、楽譜はいいかな。楽譜もとりあえず装備しとく？これでいいでしょ？多分。これで、あ、お前弾いてんのか。あ、ミシェル、どうだった？どうだったもクソも。お前今追いかけてきたじゃねえか。月光バイオリンで弾きますか。弾きましょう。ありがとう、ミシェル。可愛い声っていうのがなかなか出ねえんだよな。二人で弾いているけれども。あ、回想シーンか。クロエ。ああ、ハゲ頭。お父様か。お父様。立ち絵も用意されていない。あら、クロエ。もう少ししたら新しい曲を作り終える。そうしたらクロエ、私の部屋へおいで。はい、
お父様、おそらくオイラの考え的に今の現在のクロエっていうのは死んでるんですけれども、この過去回想シーンっぽいところのクロエもどっちにしろメインに光はねえんだな。初っ端から光はねえのか。あ、そう。光がないイコール俺死んでるみたいな感覚だったんだけれども、そういうわけでもねえのか。で、ピアノ。うん、そうだね、ピアノだね。お父様の部屋はこれ正面かな。特に何も書かれていない。こっちじゃないのか、上か。あ、上行ける。ミシェルの時は嫌な感じがして行きたくないみたいな感じだったけど、あれ、痛いだろう、クロエ。でもね、私も痛いんだよ。何、体罰。お前が辛そうな顔をしていると私も辛くてね、涙が止まらないんだ。辛いことはやめてくれ、痛いから。お前のことを愛してるからね、クロエ。クロエ、お前も私を愛しているね。はい、お父様。はい、五郎さんみたいな。そうかそうか、いいか、ご褒美をあげようね。やだ。ああ、今日は綺麗な月夜だ、ご覧くれ。そういえばお前はピアノで月光を練習しているそうだね。後で聞かせておくれ。愛してるよ、クロエ。ああ、何なんだクロエってやつは。なんだ、アランってやつに、アランってやつに歪んだ愛情。あ、拍手が聞こえる。誰、ああ、お辞儀した、かわいい。あ、ちょっと、待って、かわいいんだけど、この笑い方。ずっとずっと、これが聞きたかったの。ありがとう、ミシェル。素敵な演奏だった。うん。本当はこの曲、バイオリン用じゃないから、いろいろ即興でアレンジしちゃったけど。うん。でも、まだ足りないみたい。足りない。何が足りない？他にも演奏してくれる人がいるってこと。ミシェル、また演奏してくれないかしら？どの曲にすればいい？わからないの。楽譜を探して。ここにもあると思うから。わかったよ。僕のクロエ。僕だけのクロエ。だから、君が僕から去ってしまったら、たとえ命があったとしても、君は僕にとって死んだのと同じだ。あらら、なんだ？このミシェルってやつはクロエにとって何なの？結果。あ、なんか増えたな。そんなことない。そんなことないか。何なんだろう。やだ。うふふふふ。どうしたの？てんてんてん。どうしたの？クロエなんだか嬉しいの。あ、そう。さっきからずっとあったかい気持ち。ふふ。よかった。笑ってくれて。とりあえず。これで上行けるようになってる。なってない。嫌な感じがする。さっきの親父の部屋があるってことか。なるほどね。また下行けばいいのかな。あら、明るくなってる。なるほど。あ、で、あ、さっき、これか。これが光ってたのか。何時かとかはわからねえ。なんかこいつ変わってたり、椅子が置いてあるだけ。特に何も変わってないかな。あ、椅子しか。何も変わってなさげかな。光ってるやつだけ取ればいいのかな。また追いかけられる。大丈夫。2階南使用人室の鍵を手に入れた。あ、2階南なんだ。とりあえず2階行こうか。じゃあポン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 進んでってっけど大丈夫かな。他のところも探索したいんだけど、なんで1階だけこれ明るくなった。絶対なんか原因があるよね。ちょっと他のところを見てみる。試しに。なんか変わってる？特に何か変わってるもんとかなさそうだけど、これ何だったんだろう。近づきたくない。絶対何かかしら意味がありそうな感じますけどね。明るいと急にちょっと怖さっていうのがなくなるけれども、
鏡は相変わらず映るね。だけど正常だね、今回は。他に何か物が落ちてたりだとかなんだとかっていうのはしないのかな。あの花束とかも拾えそうな感じはすっけど拾えないんだよな。あ、人形が置いてあるだけでもうこいつ喋りもかけてこね。目がないの目がないのっつって前回は言ってたけれども、もうそれはいいの、諦めたんだ目のこと諦め早くねえかそれは。こっち側も割れてるのが気になるけれども、でこっち側は一つだけ割れていない。あ、待って、なんか引く。ああ、これは読んだやつか。そういうこったね。特に何もなさそうなんで、じゃあ上行きますか。剣もそのうち使えそうな感じはすっけども、とりあえず今は何ともないと。で、一階だけしか明るくない。南ってどっちだろう。南ないけど。とりあえずこっちか行ってみる。ああ、ここで合ってた。鍵は開けた。使用人数、誰かに見られている気がする。それはすごい嫌だ。あー、気になることがあるってもう俺視線が気になってどうしようもねえんだけど。やだ、やめて。トロイ・メライ、子供の情景より、ロベルト・シューマンの作曲した名曲、全13曲になるピアノ曲集、子供の情景の第7曲で、トロイ・メライとは夢という意味である。なるほど。それだけか。もう何を調べたら何があなたの城やだ。え、待って、うはー、動けない。なんで見られてんの？めちゃくちゃ見られてる。なんだこう居心地が悪いな。そりゃそうでしょうね。こんだけ目がありゃそりゃそうだと思うよ。え？もうやだ。いやー、見られてるじゃん、だって。ねえ。これはやだぞ、俺。ねえ。見られてるって。花の絵。ここは普通に俺が映るだけ。これ、なんか赤くない？赤黒いシミがついてる。こっちもそうだよね。なんだこれ。やだ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 。椅子がある。動かしたりとかするわけではなさそう。なんで見られてる？見られてるし、特になんか気になるもある。何もなくない？日用品や小物。びっくりした、今 LINE が来たな。ちょっと待って、LINE が怖えわ。OK。なんだっけ。なんか気になるものがあるんだけれども、その気になるものがどれかがわからない。開かない。あ、鍵が閉まってるようだ。これ赤くなった、なんか。あ、文章が変わってる。この館に勤めてるメイドは ABCDE の5人、覚えやすいようにそれぞれの特徴を記しておく。あ、びっくりした。 A はとても背が高いのでよく目立つ。これ絶対覚えろとき、覚えろ的な感じのやつじゃねえかな。メモっとくか。いや、まあ、とりあえずいいかな。いや、メモっときたいけど、まあ、リアルタイムでいこう。カット編集とかめんどくさいから。A はとても背が高いのでよく目立つ。B はまだ16歳。メイドの中では一番若い。なるほどね。ポニーテールとポイント高いぞ。C は長く勤めてるベテラン。何かあれば彼女に。確かに、おでこ広いしね。D は気が弱く、おどおどしている。叱りすぎるな。なるほど、打たれ弱いと。E は黒髪に黒い目の東洋人。一番覚えやすい。なるほど。家政婦のメモを手に入れた。あ、ああ何？やだ。逃げやすいこっち側から、ぬいぐるみが落ちているじゃなくて落ちてきたんだよ。取ってみる。やだ。金属の音。やだ。ん？取れないじゃん、別に。あ、もう出れる。何だったんだ。やだ。やだしか言えない。ミシェル、演奏とても良かった。ミシェルはすごいの。お前が俺の何を知ってんだ。何だったんだ。とりあえず、セーブしよう。お前が俺の何知ってんだよ。これ上行けないのかな。上はいけねえか、さすがに。これ、どれが南でどっちが、ね、西だとか、東だとか、その辺がさっぱりわかんないけど、その辺の基準ってどうなってんの？南っつったらこっちだよ、普通。こっちか東だよ。あー、もうやだ。なんかあるってことか、ってことは、他にもまだ。なんで見られてるし、俺。誰に見られてんの？もう何もねえのかな、こっちか。あ、5人の女性の名前が書かれている。
あ、それだけ？それだけか。あれ、こんだけかな、じゃあ。特に何もなさそうだね。また、何をすればいいのかがわからなくなってしまった。金属の音っつってるよな。つうことは、これでなんか装備して、灯台、ハサミで切る。このぬいぐるみを切り裂くみたいな、そんな感じ。ちょっと待ってよ。外がうるせえな。いやー、地域の防犯安全パトロール隊がやってきた。皆さん、ご安全に。で、これでハサミを持って今調べたんだよな。あ、やっぱりそうだね。切り裂いちゃっていいのかな。人形にそんなことしていいと思ってんの？切り裂くけども。話が進まないんで。ああ、かわいそう。中から2階、母親の部屋の鍵が出てきた。母親。特にこいつら見てるけれども、なんかするわけでも何でもねえんだな。あれ？ベッドなくなった？そんなことない。花から来なかったっけ？花からないのか。そうだよね。ベッドが急になくなるなんてそんなことはないよね。さすがに。これで、クロエに話しかけて大丈夫。この服お気に入りなの似合ってると思う。似合ってる。かわいいよ。ちょっと恥ずかしい。かわいい。で、母親、こっち側とか。開かない。違うのか。母親、親父と同じ部屋ではなかったのか。鍵を開けたか。さすがにちょっとセーブしといた方がいいかな。いや、まあ大丈夫か。美しい食器が並べられている。これ、あ、壁にひびが入っているだけ。これなんか光ってるように見えるけれども、これはひび割れている。ドレッサー、特にこの部屋は何もないかな。光ってるところ以外別に調べる必要ないよみたいな、そんな感じかな。いやでも、え、いや、いないじゃん。人の気配がするとかやめて、そういうの。これ何？ワインボトルが散らばっている。骨があるじゃん。ちょいちょいおかしいぞこの家。あれ、こんな草あったっけ。あ、びっくりした。女性の肖像画があるだけ。今もこれすーげー優しい顔してるけれども、なんかフラグ立てた後にこれ調べるとすーげー恐ろしい形相になってるとか、そんな感じでしょ。骨を調べる。骸骨のようなものが置かれている。よく見ると作り物のようだ。作り物？母ちゃんの趣味なのこれ、もしかして。やべえな。アクセサリーなどが入っている。黒魔術とは、悪魔に関する伝統、いろいろな拷問、正しい夫婦の営み。急に最後だけ真面目か。黒魔術とかが気になっちゃう年頃か。で、これ光るやつ取るとちょっとフラグが立つそうなんで、先にちょっと母ちゃんの趣味をば、物色するような感じで。何も入ってないんかい。壺は割れている。パーティードレス。なるほど。女性用の帽子が飾られている。なんかカウボーイみたいな感じの鎧らしきものが粉々になってる。ちょいちょいおかしいなこれ。古ぼけた本がある。中は白紙のようだ。なるほど。特に何もない感じかな。怒ってる？怒ってないね、さすがに。じゃあちょっと光ってんのを見るけれども、他におかしなところないよね。あ、先にこっちから調べるか。あ、汚れた人形手に入れちゃった。どうしよう。汚れた人形か。ついに人形を手に入れてしまった。とりあえずこれを調べる。日記がある。読みます。あら。しょっぱなから。娘は狂っています。私はとても、その存在、心でいいのかな。存在心というのを心に、刻みました。娘が狂っているのは夫から見た彼女の体が9歳という年齢の中に魅力を感じていますから、私は次第にそれを感じざるを得なくなってしまいました。こいつちょっと日本語がおかしいな。やべえな。とにかくぬいぐるみをズタズタに立ったズタズタに立った8度ハサミで切り裂くよりどこにも方法もなかったのです。目玉が綺麗でした。彼女が見る私は感情を移していたのでしょう。紫のその奇跡の目は、夫がいつまでも娘として愛することを放棄してしまわずにはいられなかったのでしょう。そして、娘が狂っていくのに時間が必要でなかったのです。嫉妬ですか？腕を噛みちぎります。脳を食われます。夢です。足を捨てました。そして、メイドが覗きを考えたことは最も場ですから、私が彼女にハサミを突き立てるより他なかったのです。
なんだ？その奥様って本当に黒江お嬢様の母君なんですか？その割にはそのお年を召してらっしゃるから。口を慎みなさい。奥様はまだペケペケ歳ですよ。口にできないような年ってことか。そんな、でも。私にもあなたの言いたいことはわかります。あなたは知らないでしょうけれどね。昔の奥様は、それはそれは若くてお優しく美しい方でらしたのよ。私には想像できません。たった数年であんなに変わられるなんて。メイドも次々に辞めていくし。もう残ったのは B。私とあなただけですからね。B は16歳だっけ ?16 歳の一番若い子だよな。ポニーテールのやつ。で、こいつは誰が喋ってんだ？昔の奥様っていうぐらいだから、一番年食ってるやつかな ?C だったっけ？私、絶対に辞めたりしません。そう、頼んだわよ。あら、なんか人形が。暗くなったし、やば。たった数年であんなに変わられる。あ、おめえらが喋ってんの？あれ？あ、そう。どうしよう。どっちから先に調べる？肖像画かベッドか。とりあえず肖像画行くか。こっち側は人の気配がするっつって明らかに何かがあるフラグなんで、とりあえずこっち側。あー、やっぱり年食ってるわ。老婆の肖像画がある。なんでじゃん。あら。なんか笑われてんな、俺、さては。さては笑われてんな。赤いシミ。なんだこれ。嫌な匂いだ。血の匂いだからね。調べる調べたくないけど。何もねえのかい。何もねえのかい。あ、そう。で、俺何手に入れた？ね。あ、汚れた人形か。汚れた人形を手に入れたけれども、今のところこれを何、あ、これを手にして、さっきの人形に話しかける。どういう人形かっていうのがよくわからないもんね。これもう一回話しかけたらどうなる？特に何もねえか。何も変わらない。あ、また話しかけちゃった。あ、そう。特に何もねえのか。汚れた人形。どういう風に汚れてるかっていうのも問題だけど、この汚れを取るのが必要なのかな。ありがとねっつってんな。どういたしまして。とりあえずセーブして、行き場を失ったけれども。汚れた人形を持ちつつの、開かない。こっちは。あ、こっちから入れた。あ、そうだった。やだ、ここ。変わった。これか。めちゃくちゃ探したわ。さっき白紙だったやつが、なんか字が浮かび上がってきたって書いてあるな。はじめは、臆病、泣き虫な熊。その次、アジアの異端熊。どん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 消えてゆき。おばさん熊は最後に死んだ。これあれか。さっきのあの、メイドのやつだな。はじめは臆病、泣き虫な熊。臆病なやつは確か DE だったっけ。で、アジアの異端熊は E だよね。で、おばさん熊は、C かな。あ、なんだ？三番目に消えたのは誰？三番目に消えたのは誰？あ、終わりか。どん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 消えてゆき、おばさんグマは最後に死んだ。最後に死んだ。わかった。この、あ、間違えた。あ、ちょっと待って、もう一回。これだね。おばさんグマっていうのは、
一番年老いた、C で、この C と B の一番若いやつが残ってるのは私たち二人っつってっから、結局このおばさんグマよりも B は先にいなくなってしまったんだよな、消えてしまったんだよな。だから4番目と。で、そうなると3番目は、A か、一番背の高いやつが、3番目に消えたってことか。これ答えかけってことかな。装備で、羽ペンとインクか。これで、かけるかな。3番目に消えたのは誰？書き込む。あー、そういうことですね。だから、A で大丈夫です。どうだ。机の上にいつの間にか鍵が載っている。お前記憶を失ってんじゃねえか。クロエ、クロエの部屋の鍵を手に入れた。やったぜ。これでどういうギミックだ。もう誰かいる？誰もいない、さすがに。ああ、そう、私とあなただけですからねっつってるもんね。で、私絶対にやめたりしませんっつってんのに先にやめてったと。裏切り者じゃねえか。マジか。へえ、なるほどね。かわいそう。老婆の肖像画がある。何も変わんねえか、この辺は。これでクロエの部屋に行けるようになると。なるほど。クロエの秘密がわかるようになるのかな。とりあえずセーブしよう。で、クロエの部屋は正面。違うか。じゃあ、これの下？あ、違う。下は母ちゃんの部屋か。なんで、上かな？上に。鍵を開けた。お、BGM。なんだこの部屋。暗すぎる。とりあえずじゃあ、間違えた。違う、ちょっと待って、落ち着け。装備で、これで、食材。これを持ってれば、変わらない。何も変わらないんかい。暗くてよくわからない。あー、そう、全部、あ、これはわかるの。時計のお城がある。え、持つ持たない。兵隊の人形がある。ちょっと待って。こっちは？あ、こっちを持ってるんだ。水桶には水が入っている。おー、待って、火つけると明るくなるだろうけど、フラグ立つそうなの。ちょっと待って。何か落ちてるか、暗くてよく見えない。熊のぬいぐるみ。あれ？待って、これ。いろんなもんが持ってるな。これ、並べ替え論みたいな、そんな感じか。多分。そういうことくせえな。これまた人の気配する？しねえか。ドレッサー。椅子が転がっている。暗くてよくわからない。よく見ると増加。これも暗くてよくわからない。こいつもなんか熊座ってんな。暗くてよくわからない。天才少年。あ、ミシェル。ダランベールのコンサート。特別招待券。ははん？さてはこいつは俺のファンか。明かりをつけないと何もわからなそうな感じかな。これで食材でつけれる。これじゃ火が持たないの。薪がないと。あ、薪がないとダメか。薪ってどっかにあったっけ。外に行けってことかな。とりあえずじゃあ外行ってみる。もういいぐらいのところでやめようかなと思ってたんだけれども。あんまりオチにふさわしい場面がなかなか出てこない。外に行けない。マジか。薪？増加とかじゃダメなの？あ、待てよ。俺さ、汚れた人形持ってっけど、汚れた人形、汚れた人形、じゃあダメかな、さすがに。それはダメだよな、人としてね。どうかと思うよ、その辺はね。これ、上からだったら来れるのに、なんで下からだといけないんだろうな。小物、薪、どこで拾えるんだろう。薪どこにある？これちょっと持ってみるか。兵隊の人形も、あ、動かせねえのか。こっちは？あ、こっちから手に入る。なるほど。これは持てたっけ？あ、これは持てねえのか。こっちは？あ、これも持てる。他のやつは、こっちから持てんかったっけ？これは持てねえのか。持てるやつと持てないのがある。これは？陶器の人形。こんだけだったっけ？持てそうなやつって。
で、ちょっとこれを汚れた人形と、ぬいぐるみ、どっちか燃えるんじゃない？ダメかな？あ、放り込めるわ。放り込もう。これじゃ足りない。もうちょいか。放り込む。あ、ん？ぬいぐるみ、汚れた人形じゃないってことか。兵隊の人形は？あ、木でできた兵隊の人形って書いてあるわ。なるほど。布で燃やしやすくして、木で薪代わりってこと。そういうことです。これで薪代わりになるかな？マジか。お前も結構狂気の沙汰だぞ。じゃあ、装備で、これで食材、つける。やだ。暗くなるのやめた。あー、ごめん。ごめんよ。そういうつもりじゃなかったんだ。暖炉に火をつけた。ああ！人の影が。あ、え？いや、君のおかげで出てこられたよ。ありがとう。え？君は？僕は友達さ。もう消えてしまったけれど。消えた？昔はこうしてよくおしゃべりできたんだけど、ある時期を境に僕はいなくなってしまったんだ。出てきてるじゃないか。こうして出てきたのは僕の残骸だよ。彼女の記憶の一かけら。彼女ってクロエのこと？え、そこでなぜ止まる？子供の情景ってね、大人が昔を振り返る曲なんだよ。きっと今の彼女には振り返ることが必要なんだね。僕の元へ何か思い出の品を持ってきたら、彼女の記憶を少し見せてあげられるよ。ああ、猫。あ！モノホンがいるじゃん。猫。いつの間に入り込んだんだ。猫は好きだ。あ、もしかしてさっきから聞こえてた猫の声って。ん？ノワール、ブラン。あ、お前。なんで勝手に入ってきてんだ。もうこんなところにいたの？探したのよ。クロエ、それ君の猫か。そうよ、クロエが飼ってるの。ノワールとブラン。安易な名前だね。ん？安易じゃないわ。一生懸命考えたのよ。黒い猫ちゃんだからノワール、白いからブランって。ああ、そう。ところで、ミシェルはどうしたの？誰もいないところでお話してたみたい。ノワールは泣くのが好きなのね。行こ、ブランも。なんだ今のは。でもちょっとわかんなくなったな。子供の情景っていうのは大人が振り返るもの、思い出ってことは、どっちを指してんだろうね。母ちゃんが子供の情景的な感じでなんか思い出してんのか。クロエ。クロエ？でもクロエは、ミシェルの一下でしょ多分。僕の元へ何か思い出の品を持ってきたら彼女の記憶を少し見せてあげられるよ。彼女の記憶か。こっから探し出せ的な感じなのかな。多分そういうことだよな。多分。違うのかな。陶器の人形。あ、これも拾えるのか。拾う。汚れ、あ、また汚れた人形？あ、そう。汚れた人形が調べられる兵隊人形。横に小さなバチが置いてある。なるほど。バチ。取れない、別に。取れるわけではないと。棚には子供用の小物などが入っている。同じか。おもちゃの箱には鍵がかかっている。この中から何か、誰かに座って欲しそうなソファーがある。座ってもらえばいいじゃないか。じゃあ、椅子には熊のぬいぐるみが、あ、わかった。ちょっと待って。汚れた人形2体いるよね。これとこれ、ちょっと装備して、こいつに座らせたらどう？ダメ？あ、座らせられる。マジか。人形を座らした。こっちも座らせる。
おー、人形を座らした。これね。人形は嬉しそうな顔をしている。やったぜ。なんかくれ。あ、人形が何かを差し出した。この時点で怖いけども。お前後ずさりとかはしねえな。鈴を手に入れた。鈴。これをどうすれば猫ちゃんにつけるとか。首輪代わり。鈴か。あ、なんか手紙があるな。ああ、特別招待券か。あれ鈴が思い出の品とか。小さな鈴。どう？ああ、ダメか。ダメだな。あれ鈴で開ける。ダメか。何かがある。おぉ、びっくりした。家族の絵が描かれてる。あ、家族の絵を手に入れた。あ、これじゃない？じゃあ。これを装備して、あれ？なくね？ないじゃん。あれ？あ、あるよね。あ、装備しなくていいってことかな。これで、どう？あー、見せれる、見せる。それは彼女の描いた絵だね。わかった。準備はいいかい？え、ちょっと待って、よくないです。肝が小さい。絶対何？え、待って、マジか。もう、いいしか選べないじゃん、じゃあ。いい。行きます。俺もここでやめようと思ったのに。やめるタイミングっていうのがどん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 失われていく。あ、クロエが喋ってる。あ、動かせれる。ねえ、見て見て。お父様とお母様とクロエ、上手？わー、すごいね。三人とも仲良しだ。えへへ、クロエ頑張ったの。お父様とお母様にも見せてきたら？きっと喜んでくれるよ。うん。あー、これで店に行くってことか。あら、あー、お父様。あ、お父様、見てください。クロエ頑張って。クロエ。お父様、どうなさったの？お前はもう8歳だったな。はい、お父様、先月に。だからなんだ、誕生日プレゼントくれよ。お父様、あの、これ。あ。友達。大丈夫。きっと、お母様の方は喜んでくれるよ。店に行ったら？いい。もう寝るの。そっか、おやすみ。ここで寝るのか。とりあえずちょっと物は試してお母様に店に行こうぜ。ダメか。マジか、思い出の品じゃねえじゃん。じゃあ、火消さないと。あ、消せるの。どうやって消す？あ、これか、水か。おやすみなさい。なるほど。ああ、終わった。暖炉の火は消えてる。マジか。炭の中から小さな鍵が出てきた。小さな鍵を手に入れた。はー。結果、あんまり思い出ではなかった。猫ちゃんかわいい。にゃんつってる。あ、鈴つけれるじゃん。え、マジか。どっちもつけれるのかな。でも白か黒かで言ったら俺黒猫の方が好きなんだな。マジか、ノワール。かわいい。やったぜ。だからなんだって話だけれども。鈴をつけたらなんだ。ああ、もうこいつ話しかけられない。こいつは？ああ、ノワールは反応してくれる。よかった。あ、取れるのか。これ、取って、こっち側、ブランにつけたらどうなの？あれ？あら？あれ？待って、鈴、あ、違う、装備しなくちゃいけないんだな。なるほどね。ごめん。これで、つけれるんでしょ。あー、つけれる、よかった。だからなんだって話だけれども。じゃあ、ノワールにつけさせてもらうわ。はははははは。